海中最速の生物はどれくらいの速さで泳ぐと思いますか？こんにちは、風姿です。今回は海中最速ランキングトップ10を見ていきましょう。私は金槌なので水の中を泳いで進むというだけで感動ものなのですが、広大な海で暮らす生き物たちにとってはいかに速く泳げるかも大事だったようです。それでは早速見ていきましょう。スピードスター、海中最速ランキングトップ10。第10位、イワシクジラ。このランキングにクジラが入ってくるとは思いませんでした。クジラといえばホエールウォッチングなどで見るようにゆったりと優雅に泳いでいるイメージがありますよね。実際その通りで、大体のクジラは時速5から15キロメートルで泳ぎ、人間でも頑張って泳げばついていけるほどです。しかしこのイワシクジラは特別で、なんと時速60キロメートルものスピードで泳ぐことができます。水上ボートが時速50キロメートルなので、イワシクジラがいかに速いかがわかるでしょう。小型ですばしっこいのかと思いきや、その逆で史上最大の動物シロナガスクジラやナガスクジラに次ぐ非常に大きなクジラで、体長17メートル、体重は20トンにもなります。しかし有名なマッコウクジラやザトウクジラと比べてみると、その体格差は歴然です。イワシクジラはすらりと細長く、水の抵抗を受けにくい防水系をしています。シャチなどの天敵が現れると、この体をムチのようにしならせ、時速60キロメートルものスピードで逃げるのです。ちなみに最も泳ぐのが遅いクジラはセミクジラで、時速3キロメートル、人間の歩くスピードより遅いです。第9位、ボーンフィッシュ。こちらのちょっとおとぼけた顔のボーンフィッシュ、顔つきに似合わず、その泳ぐスピードは時速64キロメートルにもなります。ボーンフィッシュという名前の由来は骨が多いことから来ており、日本では外イワシと呼ばれています。銀白色の細長い体で、全長は1メートルになることも、これまた先ほどのイワシクジラ同様防水系をしています。釣り人であれば誰もが憧れる魚だと言われており、理由はやはりそのスピードにありました。針にかかってからのダッシュ力が凄まじく、サメがかかったかのような力で引っ張られるのだと言います。その爆発的な突っ走り方はジェットランと呼ばれ、パワーのみならず釣り上げるまでの技術も要求されることが釣り人にはたまらないんだとか。第8位、ヨシキリザメ。流線型のスマートな体、大きく真っ黒な目が特徴的なヨシキリザメは、世界中の熱帯から温帯海域に広く分布し、日本近海でも見られます。英名ブルーシャークの名の通り、背中が鮮やかなブルーで、世界で最も美しいサメと言われています。そんなヨシキリザメは最大で全長4メートル、体重200キログラムを超える体格でありながら、泳ぐスピードもサメ界1位、時速69キロメートルもの速さで泳ぐことができるんです。また人を襲うことがある獰猛な性格で、1580年から2015年の間に事故が13件、そのうち4件は死亡事故でした。そんな獰猛なサメが車より速いスピードで襲ってくるなんて、海怖すぎますね。しかし彼らの天敵もまた人間で、フカヒレやハンペン、かまぼこなどの原料になるため、日本では最も水揚げ量が多いサメなんです。第7位、ソウダガツオ。カツオに似た見た目をしていますが、それより少し小柄なソウダガツオ、その泳ぐ速さは時速74キロメートルにもなります。これは東京ディズニーシーのセンターオブジアースと同じ速さです。ソウダガツオの名前の由来は2つあり、1つはカツオを小さくしたような魚なので、これもカツオだそうだといったことから、もう1つは水面にしぶきを立てながら小魚を捕食して回遊する様子が騒がしいことから、ソウダガツオという説です。ソウダガツオには平ソウダと丸ソウダの2種類がいますが、どちらも高速で泳ぐことには変わりありません。全長は最大60センチメートル、もはやお決まりの防水系の体型をしており、イワシやアジなどの小魚を好んで捕食します。英名のフリゲートは高速の小型軍艦を指し、ソウダガツオの泳ぐ様から付けられています。第6位、カマスサワラ。カマスサワラはサワラの中の最大種で、見た目によらず全長は2メートルを超えます。頭が長く尖っていてカマスに似ていることから、このような名前がつきました。カマスサワラの泳ぐ速さは時速78キロメートル、全体的に細長く、真正面から見たらこんなに薄いのとびっくりするほど
水の抵抗を受けにくい体つきをしています。鳥のくちばしのように伸びた口の中には鋭い歯があり、触ると怪我をする恐れが。旬は春と秋で、肉は白身で淡白なため、フライや刺身、味噌漬けや煮付けなどで食べられます。しかし日本では食用魚としての価値は低く、海外での方が人気があるようですね。第9位のボーンフィッシュと同じ理由で、釣り人からの人気は相当です。第5位、マグロ。皆さん大好き、マグロの登場です。マグロの体は、とにかく泳ぐことに特化しています。防水系の体型であることは言わずもがな。背びれ、胸びれ、腹びれは収納できるようになっており、鱗はほぼないに等しいんです。これは、限りなく水の抵抗を少なくするため。さらに、筋肉内の血管は、動脈と静脈が近接する特殊な構造をしており、これにより熱が逃げるのを防いで体温を高く保ち、運動能力の低下を抑えています。そんな泳ぐためだけに作られたようなマグロは、時速 82km もの速さで泳ぐことができるんです。しかしマグロは泳ぐのをやめると死ぬというのは本当の話で、泳いで口から海水をエラに送ることで酸素を取り入れて呼吸しているので、たとえ睡眠時だとしても彼らは24時間泳ぎ続けなければなりません。第4位、シャチ。海洋哺乳類で最速の遊泳速度を誇るのは海の殺し屋、シャチ。体長 9.8メートル、体重は10トンにも達する非常に巨大な生物です。その最高速度は時速 89km にも達します。シャチは全身が筋肉の塊で、このスピードは筋肉量がなせる技です。武器を使う人間を除くと、自然界にシャチの天敵は存在せず、海洋系の食物連鎖の頂点に君臨しているんです。こんな巨体で、しかも猛スピードで追いかけられるだけでも恐怖すぎますが、シャチにはもっと強力な武器があります。それは頭脳です。シャチの知能は非常に高く、狩りの技術は人間並みです。氷の上にいるアザラシは数頭が同じタイミングで泳ぎ、波を立てて落とす。クジラは深く潜らないよう下から押し上げる係と、上から尾行を塞ぐ係に分かれ窒息死させる。サメはひっくり返して義肢状態にする、などなど。こんな生物誰も叶いませんよね。ちなみにあのホホジロザメもシャチを見かけると一目散に逃げ出します。第3位、マカジキ。海関係のロゴでよく見かけるシルエットですよね。特徴的な形をしたこの魚はマカジキ。カジキの仲間で、大きさはメカジキには劣るものの、全長3メートル、体重 100kg を超える大型魚です。細長い体型をしており、体の表面は細かい鱗で覆われていて、水色の横縞模様が特徴的です。そんなマカジキの泳ぐ速さはなんと時速 90km。 先ほどのシャチに僅差で勝利することとなりました。肉はカジキの中では一番美味しいとされ、食用として人気が高いです。第2位、メカジキ。またしてもカジキがランクイン。こちらのメカジキはカジキの中で最大種、全長4メートル、体重 300kg を超える超大型魚です。メカジキの泳ぐ速さはなんと時速 120km。 高速道路で走る車でさえも簡単に追い越せる驚異のスピードです。カジキの仲間は皆獰猛な性格をしていると言われますが、その中でもメカジキは特に凶暴です。フン、口先は信じられないほど尖っており、もはや剣そのもので、この糞を振り回し餌であるイカや魚を切り刻みます。さらに 120km というスピードで船や他の大型魚、クジラにまでも突進していくというので、怖いものなしですね。ハワイでは漁師がメカジキに水中銃を撃ち込んだ直後、反撃してきたメカジキの糞で胸を刺され死亡するという事故も起きています。第1位、バショウカジキ。なんと第1位はまたしてもカジキ。ランキングのトップ3をカジキが独占するという結果になりました。このバショウカジキこそが海中で世界最速を誇る海の生物です。ギネスブックにも登録されています。その速さは驚異の時速 125km。 地上最速の動物チーターよりも速いんです。しかも水中は陸上のおよそ10倍の抵抗があると言われているので、バショウカジキがいかにパワフルな生物であるかがわかるでしょう。狩りの方法もバショウカジキならではで、獲物の群れを発見すると得意の泳ぎで急接近、追いつくと背びれを最大に広げて急ブレーキをかけ目の前に立ちふさがります。
魚たちは一瞬で目の前に現れたカーテンのような背びれに混乱することでしょう。バショウカジキはそんな魚たちを糞で叩きつけて捕食するのです。普段は灰色の体色ですが、捕食時などの興奮した時は紫がかった深い虹色に輝きます。非常に美しいですね。以上、海中最速ランキングでした。いかがでしたか？ランキングのトップ3を同じ仲間の種が占めるというこれまでにない面白い結果となりましたね。カジキはどの種も鋭く尖った糞が特徴的ですが、最近ではこの尖った糞に早く泳げる秘密があると考えられているんです。しかしチーター並みの速さで逃げてしまうため、なかなか研究は進められていないんだそう。ご視聴ありがとうございました。驚愕ランキング、毎週金土日18時30分更新。チャンネル登録よろしくお願いします。